桜島町は、鹿児島湾内の桜島西部にあった町。1889年に、北大隅郡西桜島村として成立し、1897年に、北大隅郡が、鹿児島郡に編入され、鹿児島郡所属となり、1973年5月1日に、調整志向及び解消し、 鹿児島郡桜島町となった。2004年11月1日、鹿児島市に編入され自治体としては消滅した。2004年9月末現在で人口4766人、世帯数2021世帯、面積32.19平方キロメートルだった。全国的な観光地である桜島を生かした町づくりを行い、24時間運行の 桜島フェリーなど、特徴のある事業を行っていた。現在、鹿児島市であるにもかかわらず、鹿児島市と接していないため、鹿児島市本土と桜島地区を結ぶ橋を架ける、計画がある。しかし、桜島の景観を著しく損なう恐れがあるため、海底トンネル案も一部に上がっている。また、鹿児島市持ち、木町年先沖に、沖小島、 鹿児島市公明町沖に、新島があり、前者は、大技横山、後者は、大技赤水に属していた。町村制志向に伴い、桜島里の西側の区域にあたる村より、西桜島村が成立し、江戸木の村の区域は、大技となった。廃止時には、横山、白浜、二股、松浦、聖堂、藤野、岳、赤尾原、小池、 赤水の樹大技から構成されていた。鹿児島市編入時に各大技の区域より、桜島町の町が設定された。また、編入後の2005年には、安永年間以降赤水の区域であった、新島の区域より、新島町が設置された。これらの区域は、現在の鹿児島市桜島横山町、桜島白浜町、桜島二股町、 桜島松浦町、桜島聖堂町、桜島藤野町、桜島部町、桜島赤瀬原町、桜島小池町、桜島赤水町、新島町にあたる。桜島中学校、中学校、小学校いずれも、標準服の着用が義務付けられる。桜島港、桜島フェリー、桜島の南側を、国道が、北側を主要地方道が周回している。 国道県道道の駅桜島溶岩、なぎさ道桜島大根。ありがとうございます。